韓国オープンから帰国した張本智和写真を拡大2020年東京五輪の開幕まで、24日であと2年。期待のアスリートたちが23日、続々と決意や思いを明かした。卓球男子のホープでシングルス、団体の2冠を目指す張本智和、中語、イコールエリートアカデミーイコールは韓国オープン、OP、から帰国し、1大会の積み重ねが金メダルにつながる、と話した。驚異の成長を続ける15歳でも、本番までに残された時間は十分とは感じていなかった。東京五輪開幕まであと2年。張本はその節目を迎え、自分もついこの間まで、中学1年生だった。2年はあっという間だと思う、と、危機感を漂わせた。リオ五輪が行われていた2年前は仙台から上京し、エリートアカデミーに入校して数ヶ月の中学1年生だった。そこからの2年で自身の立ち位置は大きく変わった。昨年の世界選手権で8強に入り、今年の全日本選手権は史上最年少優勝。アロン、阪神党、以上中国、水谷隼ら世界のトップ選手からの白星も経験した。たくさん試合があったので、早かったなと思います。周囲の予想を上回る進化を遂げた激動の2年間で、五輪の金メダルという目標が現実味を帯びてきている。15歳となり初の大会だった韓国 OP は、1回戦で低栄食、韓国、に5月の夜。対選手権団体戦の雪辱を果たしたが、2回戦で両安志根、中国、に完敗した。引き出しが少なかった。壁を越えた先に、また次の課題が待っている。強くなるための流れはこの先の2年間も同じだ。目標は2つ金メダルを取ること。1大会の積み重ねが金メダルにつながると思う。残り2年も成長速度を緩めるつもりはない。林直文。